化け物トークお時間になります。ご覧になるお客様にいくつかご案内がございます。こちら熱帯の森は動物たち自由に動いてますので、急にバサバサと近くに来ることもございます。近くに来ても手を伸ばしたり、お顔やカメラなど近づけすぎないようにご注意ください。また足元にも動物たくさんいますので、足元の動物たちも踏まないよう、移動する際は足元チェック欠かさずにお願いいたします。はい、ではナマケモノトークお時間になりましたので始めていきます。まずナマケモノについて少し紹介していきましょう。まずこちら熱帯の森にいる2頭のナマケモノ、お名前、奥にいる子がマロロちゃん、5歳の女の子です。そして手前にいる子が男の子のアサヒくん、年齢が2歳の男の子になります。こちらナマケモノ、皆さん世界中でナマケモノの種類って何種類いるかご存知ですか？あまりピンときてないですかね。実は意外と多い5種類ほどのナマケモノが生息をしています。こちらのナマケモノ、熱帯の森にいる2頭のナマケモノは前足、大きなカギ爪2本あるのわかりますか？こちら2本指の2指ナマケモノという種類のナマケモノです。住んでいるところは南米の密林地帯、木がたくさん生い茂っているところに生息をしています。中でもナマケモノはお名前の通りとってものんびりナマケモノさんです。おっと、足元に鳥さん来てますので気をつけてくださいね。はい、ナマケモノ、お名前の通りとってものんびりさんなんですが、こちら歩くスピード、あなたも聞きますか？歩くスピード、動くスピードは時速120メートルと言われています。1分間に直すとたったの2メートルしか動かないんです。あ、ここ笑うところですね。こんなのんびりしているナマケモノ、野生下では動かないがゆえに体に苔が生えてしまう方もしばしばあるようです。このナマケモノ、体にもとても特徴的なものがあります。それは毛並みです。普通哺乳類は背中からお腹にかけて毛が生えていますよね。でもナマケモノは木の上で生活する動物、お腹から背中に毛が生えています。これは体についた水滴が自然と下へ流れ落ちるような役割になっています。先ほどもお伝えした木の上で生活するナマケモノ、一生のほとんどを木の上で生活しています。食事や睡眠、交尾や出産など一生のほとんどですね。でも唯一下に降りる時があります。それは排泄をする時のみ下に降りることがあります。さあ、こんなナマケモノ、すごくのんびりさんですが、野生下でどうして生き残ることができたのでしょうか？それはあえて動かないという方法を選んだからです。彼らの天敵はジャガーやピューマ、そして上空には猛禽類、タカなども狙っています。この視覚による、はい、視覚による天敵から身を守るためにじっと動かないでいるのが一番身を守る行動になったんですね。さて、皆さんに想像していただきたいのですが、ナマケモノ、こんな感じのすごくたくさん毛が生えているところに体に苔が生えていて、葉っぱと同じ色、じーっと動かないナマケモノさん、あまり見つけることができないかと思います。こんなのんびりしたナマケモノですが、彼らの仲間には絶滅の恐れにある動物もいるのが現状です。それは人間によるペットの乱獲や森林伐採など、彼らの住む森が減少していることが原因と言われています。このナマケモノトークを通して彼らがのんびり怠けることができるように、私たちが何ができるか今一度考えるきっかけになったら、飼育員一同とても嬉しく思います。それでは短い間でしたが、ナマケモノトークはこれで終了になります。
短い間でしたが最後までご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。この後は怠け者さんサービスショットお写真タイムになりますので、ぜひ可愛いお写真お撮りください。お仕事終わるとお昼寝タイムになっちゃいますので、はい、今のうちに可愛いお写真ね、たくさん撮ってください。すごい。サービスショット。お魚見できるよ。あ、またお写真撮れた方は次の方への写真家タイムご協力お願いします。